土井美咲は日本の女子プロテニス選手。千葉県三部郡大網白里町出身。ミッキュハウス所属。これまでに WTA ツアーでシングルスで1勝、ダブルスで2勝を挙げている。WTA ランキング自己最高位はシングルス30位、ダブルス78位。身長159センチメートル、体重55キログラム。左利き、バックハンドストロークは、 両手打ち。ラケットはスリクソン。ウェアシューズはニューバランス。大網白里市立水保小学校卒。大網白里市立大網中学校卒。寸大高栄高校卒。元新体操日本代表の日高舞は技師。マネージメントはミューズグループ。コート上では超攻撃的なプレーを見せるが、性格は本人曰くすごく人見知り。 地道なトレーニングにも手を抜かず、栄養士に食べたものを報告するようにと言われれば、日々の食事を写真に撮って送るなど、周囲からはものすごく真面目に見られている。6歳からテニスを始める。中学時代より頭角を表し、全国中学生テニス選手権大会で2004年、2006年の2度シングルスベスト4に進出する。 2006年から ITF ジュニアサーキット転戦を開始。寸大公営高校在学中の2007年にはジャパンオープンジュニアシングルスで準優勝を果たす。ジュニア時代は特に奈良くるみと組んだダブルスで高い成績を残し、2007年ウィンブルドン選手権、ジュニア女子ダブルスで日本人ペアとして1993年全米オープンの吉田ゆか。 もち博きヒロコ組以来二組目のジュニアグランドスラム女子ダブルス決勝進出を果たし、準優勝。奈良とのダブルスでは他にも2007年全米オープン、2008年ウィンブルドン選手権で、それぞれベスト4に入りしたほか、2008年全豪オープンジュニア女子ダブルスでも、エレナ・ボグダント組準優勝の成績を残した。これらの実績により、 ドイは2007年には全日本18歳、イカ女子シングルス年間ランキングで3位につけるなど、早くから国内トップジュニアの一人として知られていた。また2008年からは本格的にシニア ITF サーキット大会にも挑戦するようになり、奈良と組主催者推薦で出場した7月の宮崎国際では2回戦で、第1シードの狭いへ、理科、 狭いユリカ美を3から6、6から3、10から6の逆転で、決勝戦で、クルムダテキミコ、ヨネムラト組を6から7、7から6、10から4の逆転で下し、優勝している。同年12月に17歳8ヶ月で、プロ転校。プロ転校後最初の年となった2009年は、国内サーキット大会を中心に転戦し、シングルスで2優勝2準優勝。 ダブルスで一準優勝の好成績を残す。10月には、ジャパン女子オープンテニスシングルス予選に挑戦し、ツアー予選初出場。ここでは、予選2回戦で、アビゲール・スピアーズに敗れた。第6シードで出場した11月の、全日本テニス選手権女子シングルスでは、準々決勝でこの大会を引退する、森上明子と対戦し、1から6、2から6のストレートで敗れた。 これらの活躍により、年初に613位だったシングルスランクを年末には199位にまで急上昇させ、プロ1年目で国内トップ10選手の一人となった。2010年からは本格的に日本国外の大会に打って出るようになり全豪オープンシングルス予選に出場し、グランドスラム大会予選初挑戦。その後は、 サーキット大会を転戦し、シングルスでは3月のメキシコサーキットで準優勝すると、ダブルスでは4月の韓国サーキット3連戦で3週連続準優勝の好成績を収め、5月の福岡国際では優勝を果たす。この好調の中ゾんだ全仏オープンシングルス予選では1回戦で、マンディミネラを6から2、6から4のストレートで2回戦で、 予選第8シードのミシェル・ラルシェルデブリトを4から6、6から4、6から4の逆転で、予選決勝では、ビタリア・ディアチェンコを7から6、6から0のストレートでそれぞれ下し、自身初のグランドスラム本戦、並びに、ツアー大会本戦初出場を決めた。本戦では1回戦で、ポロナ・ヘルツォグに3から6、0から6で完敗した。 全日本テニス選手権女子シングルスでは初優勝を果たす。2011年ウィンブルドン選手権女子シングルスで2度目の4大大会の予選を突破。1回戦でベサニー・マテック・サンズに6から4、5から7、7から5で勝利し4大大会初勝利を挙げた。2回戦もテーキヨシを6から3、6から1のストレートで下し、 自身初の3回戦進出を果たした。3回戦では、ザビーネリ式に4から6、2から6で敗れた。同年7月20日、出身の大網白里町から特別検証が、自由決定。9月のトーレパンパシフィック、オープンテニストーナメントでは主催者推薦で大会に、初出場したが、1回戦で優勝したアグニエスカ、ラドワンスカに1から6、1から6で敗れた。 2012年6月の英語ンクラシックでは2回戦で、第1シードのフランチェスカ・スキアボーネに7から5、6から4で勝利し、ツアー初のベスト8に進出した。ウィンブルドンでは、予選決勝で、クリスティナ・ムラデノビッチに6から4、4から6、4から6の逆転で敗れたが、ミハエラ・クライチェックの欠場により、ラッキー・ルーザーで本戦に出場。1回戦で、アラン・サルスに5から7。 3から6で敗れた。全米オープンとトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントでは予選で敗退したが、ジャパン女子オープンテニスでは準々決勝で、シャネルシパーズを2から6、6から1、6から3で破り、ツアー初のベスト4に進出した。準決勝では、ヘザー・ワートソンに6から7、5から7で敗れた。 2013年前後オープンでは1回戦で、ペトラ・マルティッチを6から3、6から4で破り、初戦を突破した。2回戦で、マリア・シャラポワに0から6、0から6で完敗した。2014年7月のイスタンブールカップでは、エリナ・スビトリナと組んだダブルスで決勝に進出した。決勝では、オクサナ・カラシニコは、ポーラ・カニア組を6、4。 6例で破り初の WTA ツアー優勝を果たした。2015年4月からコーチを務めるクリスチャン・ザ・ハルカの方針の下で積極的に WTA ツアーを転戦。全米オープンでダニエラ・ハンチュコバに6から3、6から3で勝利し、全米初勝利。10月の b g l ルクセンブルクオープンでは強豪シード選手を次々と破り、 自身初のツアー決勝に進出すると、モナバルテルを6から4、6から7、6から0のフルセットで下し、WTA ツアーシングルスで初優勝を果たした。日本の女子シングルスでは10人目となるツアー優勝で大会後の世界ランキングは60位となり、自身の最高位を大きく更新した。その後 w t a 1 2 5系シリーズの台北オープンで準優勝し、 11月23日付のランキングでは54位に上がった。全豪オープンでは1回戦で優勝したアンゲリク、ケルバーからマッチポイントを握るも7から6、6から7、3から6で敗れた。2月の台湾オープンには第2シードで出場し、自身2度目の決勝に進出。決勝でビーナス・ウィリアムズに4から6、2から6で敗れ準優勝。 3月の 125K サアントニオオープンで決勝進出し、アンナ・レナ・フリードサムに6から4、6から2で勝利し優勝。大会後のランキングで44位となり、トップ50入りを果たす。BNL イタリア国際では2回戦で、世界ランク11位のルーシー・サファロバに6から3、7から5で、3回戦で、ジョアンナ・コンタに4から6、7から5、 6から2で勝利し、ベスト8進出。準々決勝で、イリーナイコールカメリア・ベグニ2から6、6から7で敗れた。大会後世界ランキングを38位に更新。ウィンブルドンでは2回戦で、第15シードのカロリナ・プリスコバを7から6、6から3で破ると、3回戦で、アンナ・レナ・フリードサムに7から6、6から3で勝利し、 グランドスラムで自身初の4回戦に進出。4回戦では、前後で敗れた第4シードアンエリック・ケルバーと対戦し、3から6、1から6で敗れた。リオ五輪では、シングルスと、ホズミ・エリとペアを組んだダブルスの2種目に出場。シングルスは1回戦で、ヤロスラはシュー・エドワー六6から3、6から4で、勝利、2回戦で、サマンサスとサーに3から6。 4から6で敗れた。ダブルスは1回戦で、第2シードのキャロリン・ガルシア、クリスティナ・ムラデノビッチ組に6から0、0から6、6から4で勝利、2回戦で、ダリア・カサキナ、スベトラーナ・アクズネツワ組に4から6、6から1、1から6で敗れた。8月のウエスタンサザンオープンは、予選決勝で敗退したが、第1シードのセリーナ・ウィリアムズが欠場したため、 ラッキールーザーで本戦出場し3回戦まで進出。大会後の世界ランキングで自己最高位の32位となった。これにより、全米オープンでは自身初のグランドスラムでのシードとなる第30シードで出場が決定した。その全米オープンでは1回戦でカリナビットヘフトに4から6、1から6で敗れた。その後日本開催のジャパン女子オープン。 トーレパンパシフィックオープンで、初戦敗退を喫するも、武漢オープン、チャイナオープンと続けて、初戦突破。10月10日付のランキングで30位となり、トップ30入りを果たす。2020年東京オリンピックテニス女子シングルスでは2回戦で、第9シードのベンチッチに2から6、4から6で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。